乱世の先を築くのはこの僧孟徳よ。魏の置かれている状況は決して楽観。よし、ちゃっちゃと艦中を取っちまうぞ。どうですか、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。この地はわしが制圧した。ここで防御体制を取るのだ。やめ、周囲を警戒しつつ防御陣形を展開せよ。優勢この傭兵官は艦中の要、貴様らなどに落とせるものか。
という要所を抑えられた。これで戦は有利に運ぶぞ。敵将を討ち取ったり、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。さすが皆の規範たるお働きよ。なんと見事な戦よ。行くぞ。彼の血はわしらの手で抑える。進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよ。敵の狙いはこの地と見た。オラども守備を固めよう。行くぞ。彼の血はわしらの手で抑える。務めを果たせぬとは。長老殿、申し訳ございません。剣闘山を抑えた。この要所を取った意義は大きいぞ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。なんと見事な戦よ。